細工するんですね。と、ものの見事に、こう親の方はね、今まで卵だったのがいきなりこう子供になって出てきてからびっくりするんですけど、子供はもう親っていうのをね、疑わずに馴染んじゃうので、ね、だからおそらくこれ自然のもう差がというか、その聞いて育った世代がやっぱり YMO なんでしょうね。そんなこと言うと決めつけちゃ嫌だって決めつけられたくはないそうですけども、準備はいいかな。それでは、YMQ2 の皆さんです。どうぞ。
Thank you.
Thank you.